明治時代になって新しい学校制度ができた時に、まあ、小学校、中学校列ができて、それから女学校列ですよ、中学校は男だけですけども、女子は女学校で、その時に教科の中の一つとして体育というのが最初から設けられたんですね。それで、明治時代はやっぱりまだまだその封建的な時代ですから、女が足を出して、何をやってるんだというようなことを言われる時代で、当時の新聞にはですね、投書が載ってましてですね、その投書は何かというと、私の家の近くに女学校があると。で、最近女学校のところを通ると、布団なのに足をあらわにした、女の子たちが走ってくる。これはいかがなものか、こういうのを許していいのか、なんていうのは投書が新聞に載ってるんですね。これ今だったらですね、最初からもボツですけどね、何もそんなにアナクロニズム言ってんだっていうようなことなんですけども、それが新聞に載ってるっていうこと、そういう時代層だったということですね。だから女子がスポーツをするっていうことに対しての違和感っていうのはかなりあるんですね。ですけれども、やっぱりそのスポーツに男女の性差はないぞと、やっぱり女子だからやっちゃいけないかっていうことはないじゃないかというようなことから、女子にもスポーツという歌詞は結構いるんですが、まあ、その中の先駆的な人に成瀬仁蔵という人がいますね。成瀬仁蔵さんという人は、一昨年ですかね、朝が来たという連続テレビ小説、広岡麻子の中に彼女が、特集をスポンサーかなんかになって、成瀬仁蔵という若い青年が大阪で女子教育の集大成として女子大学を作りたいと言って、結局大阪ではいい土地がなかったので、この麻子の斡旋で東京に土地を目白に見つけて女子大を作るという話があったと思いますね。日本女子大できるのは明治34年ですけど、これが日本で一番古い女子大学ですけども、この成瀬仁蔵という人はですね、大阪出身なんですけども、アメリカへ留学しまして帰ってきて、和歌女子女学校の先生になる、校長になるんですね。それでそこでまず何をやったかというと、アメリカでは、女子教育の一環としてスポーツを取り入れて、日本ではあまりにもそういうもので取り入れなさすぎているということで、彼はアメリカで見聞したばっかりのバスケットボールを導入するんですね。で、バイカー女学校でバスケットボールの試合を、練習とか試合をやらせるんですね。これは日本でバスケットボールを初めて、行われたという記録になっておりますね。それで、それを見た、近くの他の女学校からもですね、あ、それ面白いな、いい、室内でできますから、いい運動になるなというようなことで、少しずつスポーツが流行っていくんですね。それで、その関連年表をちょっと作りましたけれども、堂島工場でテニスがブームになるとかですね、清水並の工場生が、内国官業博覧会で、低級と卓球の模範演技をしたとか、こういうふうにして女学校の生徒たちがですね、テニスだとか、卓球だとか、こういうものに親しむようになるわけですね。それでだんだんそういうブームになっていくんですけれども、明治41年にですね、ちょっとここに書いてませんけれども、なると、浜寺水田学校というのが盛んに、毎日新聞が作った、水田学校がありますね。で、ここには男女との
小学生から、中学生の生徒も集まっていわゆる開国日本を目指そうということですね。日露戦争に勝った後で、日本は島国だったから開国日本を目指そうということで、みんな泳げない海泳国民海泳運動でみんな泳げるようにならなきゃいけないということでそういう運動ができるんですね。そういう中で、女の子も、水泳をやるというようなことで、そこがそういうふうに取り上げられたことによって、関西でも水泳が盛んになるというようなことなんですね。それで、大正時代になりますとですね、大正2年に、日本オリンピック大会という、まあ、日本で初めてのこれは陸上競技、なんかを含めた総合的な大会が豊中運動場というところで行われますね。これ豊中運動場というのは、今年100回を迎えた高校野球夏の大会の第1回が行われたところですね。それは大正4年に行われるんですけど、大正 2年にですね、日本オリンピック大会というのがあった中で女子の体操競技というのを、まあ、模範演技的なものでやったんですね。そうするとこれはですね、小学校の校長先生などからすごく歓迎されましてね、女子のいろんな競技が学校でただなんかこう走ったりなんかしてるだけでは、まあ、刺激もないですよね。だからこういうよう なんか大会みたいな、これをこれからも開いてくれなんて新聞に出てますけども、そういう大会が開かれるぐらいになったんですね。それで、大阪にで、スポーツのそういうことをやる政府的な、まあ、成瀬仁蔵はそのバイカでこうやった後に、東京の日本女子大に移ってきてそちらの方に、まあ、人力を尽くしてますから、で、大阪でそういうような何か熱血的な指導者というので、突起されるのが大正7年に、その表にありますように、これちょっと変わった名前ですけど朝田大学という名前、これ朝日というんですね。朝日北部という、これ女の人です、男じゃないです、女の人で朝日北部という人が、松陰工場、今の松陰どちらかですね、大阪にある松陰ですね、神戸じゃない大阪の松陰、松陰工場のスカイプの先生になったんですけど、この人がアメリカへ学校からアメリカに視察に行ってこいと言って、視察に行くんですね。で体育事情を見て、でこの人が帰ってきて、この今体操の競技とかいろんなものを指導するんですね。でこの人が大正時代に最も有名な女性の指導者ということになって、まあ、名前がちょっと変わった名前っていうのがあるので、すごく印象に残る名前ですけど、朝日北野という人が出て指導する。そうするとこの大正時代になってくるとですね、もう、この部分ぐらいから、梅花女子女学校では着物をやめて、セーラー服ですね、セーラー服、いわゆる洋服をした女学校の全国で一番早いのがこの梅花なんですね。でそういうふうに他の学校もその洋風化したりして、それでそれまではみんな袴を履いて体操なんてしてたんですね。で袴を履いたりなんかするっていうのはものすごく、動きが制限されますよね。でそれまでの女子のスポーツっていうのは大体そんな感じが多いんですよね。例えば、1900年にの第2回のオリンピックで、女子の競技が初めて採用されるんですけども、テニスとゴルフなんですけど、テニスっていうのを見てるその選手の姿という写真はものすごい長いロングドレスですね。ロングドレスで夜会服かなんかに、パーティーに行きそうなそんな格好で、こんなのってやってたんですね。
の全米オープン、大坂なおみなんか、なんでもみんな、みんなが相当すると思いますけども、そういう、格好であって、走るのも結構、まあ、めんどくさいけど、袴でやる、やってたんですね。で、それはあんまりにも、動きにくいだろうということで、で、アメリカからですね、帰ってきた人がいたんですね、盛んに新しいアメリカで発明された運動機っていうのを進めるようになるんですね。それが、ブルマーさんというアメリカのブルマー夫人という人がいて、その人がなんとかその動きやすい体操服っていうのはないのか、女の子のいい体操服ないのかということで考え出したのがブルマーなんですね。で、人間の名前を取ったんですけども、そういうものが少しずつ採用され始めるというようなのが大正のこの11年以降ぐらいなんですね。ですから大阪府の女学校の、まあ、全部で女学校連合で運動会をやったりですね、この頃ですね、小川工場、和歌山の小川工場に野球部ができるんですね。で、大阪では一岡工場にも野球部ができる。それで女の子の間にですね、この野球が割合盛んになるんですね。で、女の子たちだけの野球の大会なんていうのも開かれたり、その当時の写真っていうのが残ってますけども、そんな風にして、女学校の生徒なんかにも、まあ、スポーツというものがですね、ただ見るだけじゃなくてやるということも普及していくんですね。で、ちょうどこの大正11年にですね、まあ、女子スポーツの父と言われる木下藤作博士というのが、大阪毎日新聞に入社する。この木下さんという人は、ね、東大を出た医学博士で、自ら陸上の選手だった人ですね。で、この人が早くから女子のスポーツ体育というものが重要であるということをすごく力説していた人なんですね。だから女の子はそんなにスポーツしなくていいということまで言い切る校長なんかいっぱいいた中で、いや、それは違うんだと、まあ、いろいろ批判あるかもしれませんけども、まあ、立派な子供を産むためにもですね、健全な体じゃなくて、健全な体を保つためにスポーツが必要なんだ、まあ、こういうことですね。その時代層はそういう時代層で、でもこの人はだから、健康な体作り、まあ、男も女もないだろうということで、特に差別された女子スポーツというものに力を入れるという主義だったんですね。で、大阪以前の教授になってきたんですね。で、この人が前からその女子スポーツにすごく熱心だということがあって、大阪前大前が、まあ、誘ったわけですね。で、大前の運動課長になるわけですね。で、この頃からですね、まあ、バレーボールがあったり、そのいろんなことありますけども、女子の、もうちょっと女子のなんか総合的な大会を開こうで、大前は計画したわけですね。で、その中の一人としてその木下さんというのを入社させて、それで大正13年に、三好野という今でいう奈良県の吉野川を渡ったところですね。今近鉄で行きますと終着駅吉野のちょっと手前に吉野神宮という駅がありますけども、駅から降りて行った、まあ、今は彫刻場からなんかになってますけど、あの辺の一帯をですね、まあ、当時の大阪近鉄を、今の近鉄ですけど近鉄に言って、そういうのを作ったらどうだって言ったんですね。で、そこに、まあ、作らせたって言ったらおかしいですけども、三好の運動場、美しい吉野という意味で、のネーミングで三好の運動場というのを作ったんですね。で、そこで、女子オリンピック大会、陸上競技だとかいろんな競技をやるということを初めて大正13年にするんですね。それでこれにはですね、当時の新聞にとものすごい人が集まってですね、大盛況なんですね。で、その中で、走り幅跳びとかなんかいろんなものに、ですごく目立った活躍をした選手がいたんですね。これが、人見君役という人ですね。
ね。で、この人見きのやつという人が、まあ、まだこの当時は、二階堂女塾という今でいう日本女子体育大学、東京にあります。その二階堂女塾を出て、京都の女学校に、先生になったんですね。それで、だけど、女学校から、女学校やって、その二階堂女塾の創設者の二階堂徳代という人から、見込まれてですね、こっち帰ってきてくれと、私の助手をしてくれ、後には私の公認 その指導者になってほしいと、こう誘われてたわけですね。ところがですね、ちょうどその当時ですね、新聞社もですね、ようやく運動部みたいな専門の部署ができたりして、スポーツに対していろんな取材をする専門家ができたりする時期だったんですね。それで朝日新聞が、この人見さんをスカウトするらしいという噂が流れるわけですね。そうすると当然ライバルの大前としては、それを何とかしなきゃいけないということですね。そこでこの木下さんに、何とか説得して我が社に入れさせてくれ、入れるように説得しろとこういうんですね。で、木下さんは、岡山市の郊外、今は岡山市になってますけど、郊外の8キロぐらい離れた村なんですけどね、そこへ出かけて行って、この、人見きぬえさんのお父さん、伊作さんという人に、会うわけですね。会って、お嬢さんを新聞社に入れてほしいと思うんですね。そうすると伊作さんは、娘は体育の指導者、あるいは先生になるために東京の学校まで行かしたんだ、女学校の、その村からは女学校行った人が彼女一人ですね、同級生ぐらい、女学校まで行くのも珍しい時に、さらにその先の東京の専門学校まで行かしたんだ、だからそれは何かっていうと、体育の先生にならせたんだ、こんな変な新聞記者みたいな変なものに、やるために育った覚えがないとかだと言って拒否するんですね。いや、そうは言ってもですね、なんとかですねって言って、この木下なんていうのはすごい紳士ですから、そんな村にですね、ちゃんとすごい紳士のこんな帽子をかぶった人が来て、毎日ミスターをするって言って、珍しくて村では評判になるんですね。それであんまりにも、毎日来て、しかも、この人は木下さんというのは非常に温厚な人ですよね、それで、私に任せて、私に預けていただきたいんですとかって言ってるうちに、だん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 誠意を感じるようになるんですね。で、誠意を感じるようになって、しょうがない、それだったらあんたに預けようっていうことになったと言われてるんですけども、実際にどうやって口説いたのかっていう内容がわからないんですけども、おそらくですね、これは想像の一つちょっと言えると、大正15年なんですよね、口説いた時が。で、その年に第2回の女子オリンピック大会というのが、イエーテボリというスウェーデンのところで行われる予定だったんですね。で、この当時、普通のオリンピックというのは、一応女子にも女子競技というのは、そのテニスだとかゴルフなんかもありましたけど、まだ陸上競技はないんですよね。で、水泳にも女子は認められてないというぐらい、非常にほとんどないに等しい、オリンピックにはないに等しい状況だった。それで、それじゃいかんということで、女子オリンピック大会、女子だけの大会を作ろうじゃないかという機運が盛り上がって、それで世界 その女子オリンピック大会というのが行われるわけですね。だからそれが今年、大正15年にある。で、それには人見さんは絶対参加したいんですよね。だけど、今だったらいろんなところにつてを受けて、スポンサーを募ってなんとかって、行くのも簡単ですけども、その当時はどうやって行ったらいいかもわからないので、その金を出してくれるようなところがないですよね。そうすると、
唯一の有力なスポンサーになり得るのは新聞社ですよね、というようなことでその大会に、行かせてあげるかというふうに、どうも届いたんじゃないかなと私は思っているんですけども、それで、ひとみさんはそれで、まあ、この悩むわけですね、恩義のあるその二階堂先生のもとで、指導者の道を歩もうか、まあ、どっちのヤクザが執行規制になるかというので、どうしたらいいだろうと言って、そうすると二階堂さんも、まあ、それはもうあなたが一生のことだからあなた自分で考えなとこういうふうに突き放しちゃうんですね。それで、やっぱりその世界の舞台で、競技をしてみたい、走り幅跳びと、100メートル世界記録を持ってるわけですから、持つぐらいの力のある選手ですから、それはやっぱり世界で戦ってみたいですよね。だから、やっぱり先生には申し訳ないけどと言って、大丸への入社を決意するわけですね。これが大正15年の4月で、新聞には多く人に入社と書いてあって、入社の面、私も新聞社に入ったから、ね、一生懸命働きますとか、なんか、けなげなことが書いてありますけども、そうやって、口説いて、ひとみさんは、7月に行われる、その、イエテゴリに向けて出発するわけですね。満州からずっと、満州里っていうところまで行って、国境のところですね、ソ連との。そこから、シベリア鉄道に乗って、モスクワまで行くんですね。その道中、みんな一人ですよね。その当時、みんな一人のそこに出る旅っていうのは、非常に珍しいし、怖いですよね。なんか、どうなるか分かんないけど。で、モスクワには、モスクワ特派員がいたんですね。この、プロダっていうモスクワ特派員は、その前に、数年前に、あそこは革命が起こって、社会主義革命が起こってロシアからソ連というのになりましたよね。その時のレーニン、その革命の主義者だったレーニンの単独会見を初めてした人ですね。でその人が集まってその人と今度一緒に家で行くんですね。それでそこで、結構活躍をするんです。そうするとその当時日本なんて、どこにあるのか知らない人がほとんどで、そんな遠いとこからやってきて、参加選手日本で一人ですからね、彼女一人だから、なんだか大したことないだろうなと思っていたら、そこで大活躍をするんですね。それでみんながものすごく再認識するんですね。どういうのもなんかそんな強いやついるんだな。でその模様は新聞に載り、大活躍をしたということで、大米としてもですね、思い切って生かしたけれども、すごい高い金をかけてですね、だけど、はい、よかったなということで、それで、この帰ってくるやいなや、運動部という部に昇格させるんですね。それで、ひとみさんも正式な部員になると、こういうようなことがあるわけですね。で、このちょうどですね、この開所13年ですね、また一つね、この女子とスポーツを考えるので、一つのエポックになるようなものがあったんですね。それは何かというと、ちょっとここに書き漏らしてますけども、大正13年の8月1日に、甲子園球場ができたんですね、今の甲子園球場ですね。それで、その何だ、単なる野球場じゃないかということなんですけども、これがですね、当時の女性にとって、スポーツの親しむ大きなきっかけになるんですね。それはなぜかと言いますと、それまでも大正時代に入って、結構雑誌があったりして、女学生の間で、その雑誌なんかを読んで、大体ですね、雑誌に野球選手の紹介なんかあると、大体ハンサムなイケメンの選手が、ね、紹介されているわけですね。だから女の子たちにとってみても憧れの選手ですよね。でそういう選手、中等学校で活躍する選手は大体がほとんどが東京六大学に行くわけですね。当時人気のあった
で六大学の選手でもあるわけですね。早稲田入った、慶応入ったなんてこうなるわけですから、それでみんなの間でそういうのがすごくブームになっていた時に、夏の中等学校野球、いわゆる今の夏の高校野球、これは、最初豊中でやって2年間やって、3年後から、鳴尾でやるわけですね。で鳴尾の競馬場の中でやるんですけども、仮設のちょっとしたこの観客席っていうのを作ってるだけだから、ちゃんとした観客席じゃないんです。だけども婦人専用席っていうのを設けたんですね。だけどもですね、周りはね、男ばっかりですよね、その見に来てる人は。その中で婦人専用席にですね、行くっていうのはかなり勇気がいるわけですよね。みんなじろじろ見て、どこのやつなのかとか、珍しいな、女の子でも珍しいなって見るわけですから、その行く人ほとんどいないんですよ。だけども、そういう雑誌なんかを見たりして、その中等学校野球なんかちょっと見たいなと思う熱が上学生の間で広まっていたんですね。ところがですね、甲子園球場ができたことによって、そういう恥ずかしいなとかなんとかそういうものがなくて、正々堂々と広いところですから、そこにずっといても別に変な男が近寄ってくるわけじゃないし、常時も見られるわけじゃないんですね。ですから、甲子園球場できたっていうことは、その女の子たちにとっても安心して野球が見られるということなんですね。それでですね、この8月1日にできて、8月13日から大会が始まって、終わった日の朝日新聞に、今大会を顧みてっていう記事があるんですね。でその記事を読んでみるとですね、今大会に至って、それにしても今大会は観客いっぱい入ったなと、でその中でも女性客が多かったな、それすごく目立ってるって書いてる、談話形式を総括してるんですね。でそれ何人かは書いてないから、具体的な数字は分かりませんけれども、女性客がすごく多かったっていうのが確かなんですね。それで、年始なんかを見ますとですね、その時の第10回大会の女学生がいて、怖そうな先生がいて、で先生と一緒に女学生が見に来てるような写真があるんですね。それからその当時、モガモブといってボダンガードの役ですけども、新しい女という言われて、洋装で短髪っていうね、そういうのが新しい風俗だったんですね。そういう人がその震災橋を歩いたり、東京の銀座を歩いたりして、モガが格好するようにして、洋服で歩いてた、そういう人たちが甲子園球場に見に来てるんですね、早速ね。でそれは私写真に載ってるんですよ。それで、女優なんかも見に来るし、そういう人たちが、新しい球場できたり、野球場っていうか運動とかできたらしいけど、甲子園ってどんなところがあるってみんな来たわけですね。でそういうふうにして、行ってみると、実際にその選手やってて、それで出口で選手が出てきますよね。出てきたらみんな肩叩いたりお尻叩いたりしますよね。みんな選手がわーっと来るから。で中にはですね、大胆な女の子もいて、ちょっとつけ組みをキュッと入れたりしたらしいです。これは本当の話で、それで中にはもっとしつこい人が選手の宿舎まで一緒についていくわけですね。ついていって、なんとかさん好きですとか言って、そんなつけ組みもしたで、いわゆる今でいう追っかけというのがここで発生するんですね。甲子園球場でやることによって、そういう新しい女の子とスポーツの風俗が新しくできたということなんですね。で中にはですね、このままですね、結婚したという、私も知ってる人がいますけども、そのくらいスポーツと女の子たちが今までの本なんかで見てるんじゃなくて、実物をで、しかも安心して見られるという場を提供したということで、甲子園のそのできたということが大きな、意味があったんですね。で、そういう盛り上がりの中で、
人に決めればその大正15年にそこが活躍する。そうすると、日本にもその女子スポーツ連盟というのを作ろうと、国際女子スポーツ連盟があるのを日本にないといけないということで、大前の中に日本女子スポーツ連盟というのを作ったわけですね。それで、毎年その日本女子オリンピック大会、三好のというところで、やる、その大会の運営だとかなんかをそこで、全部やろうと、こういうことなんですね。それでこの三好のですね、運動場に、まあ一応管理者というか上長というかそういうのが必要ですよね。でそれで誰か必要だなと言って、招いたのが谷笹子という人ですね。谷三三五とか変わった名前ですけども、谷笹子、三笹子ってよく呼ばれますけど笹子なんですね。谷笹子、この人はあの昔のマドノさんって言って写真の写真の友さんのマドノっていう人なんですけども、谷さんと養子行って谷に刺され、でこの人は日本人で初めて 100m で10秒台、11秒を切った人、まあ、今だったらまだ笑いますけども、今9秒がこの間9秒台出しましたよね。だからたったこの1秒に、何年かかってるのかというと90年ぐらいかかってるということですね。まあ、それはともかくとして、この谷笹子、美佐子という人が、そこの上長にして、それで、ひとみさんのコーチを務めさせるんですね。でこの人もまだコーチとしてものすごくいい人なので、ひとみさんもすごく腕を上げたという人なんですけど、この谷さんという人はですね、ちょっといろんなエピソードがある人なんですね。まあ、変わった人ですよね。だから、こう二人で歩いてて、サブと急に止まってちょっと何してんだって言ったら、ここから弁当取り出してですね、街の中ですよ、あそこの震災橋がなんか歩いてる時に急に立ち止まって、何してんのと、ちょうど12時だって言うんですね。12時は分かってるけど何だって、いや私はね12時になったらちゃんと弁当食べる、昼ご飯食べるって決まってるのって言うんですよね。だからこんなとこで食べなくたっていいのに、人がいっぱいいて人混みをしてるあんな震災場所のところでね、だけどそうやってそういうことをやるような人なんですね。だから、ちょっと変わった人なんですけど、まあ教えるのはうまかったみたいですけどね。でこの人のあれで、出動で人見さんはめきめきまたうまくなってるんですね。それで昭和3年にはアムステルダム五輪で銀メダルですね。これも得意の 100m、 このアムステルダム五輪から女子の陸上競技というのが陸上競技は女子にも開催された。だけど得意の 100m で、ちょっとスタートかなんかにつまずいて準決勝で負けてしまうんですね。それで決勝行けなかったんですね。それでこれではもう日本に帰れないなんて言って、当時ですから、泣きじゃくるわけですよね。だけどそうどうしようもなくて負けたもんはしょうがない、あとなんかエントリーしてるのないのかって言ったら、その今日その大会に初めてできた 800m っていうのがあったんですね。で当時女子で 800m っていうのは、ちょっと過酷だと言われたんですね。長すぎる、まあその当時の人が今見てたらびっくりしますよね。42キロも走ったりするわけですから、マラソンなんか想像もできないぐらいですよね。それで 800m しかないと思うと、なんかそれやるしかないじゃないか。で、ひとみさんは走ったことあるの？走ったことない。ないけども、そんなこと言ってられないんじゃないかって言って、とにかく出たんですね。出たらですね、割合うまく走れてですね、予選は2位なんですよね。で、次の日ですね、決勝。これが8月2日なんですけども、ちょうど織田梅の織
田幹雄が日本人初めての金メダル、三段跳びで金メダルを獲得した日なんですね。ちょうど並行して女子の 800m 決勝が行われたんですね。だから三段跳びの合間にみんなこう見てたんですね。で、800m は最初4位ぐらいで、1周したところ4位で、いよいよあと1周でぐーっと第3コーナーで第4コーナーとか 3位ぐらいになってこう落ちて、で、第3コーナーのところで抜きそうになったんですね、周囲。ところがそこでガクッと転がるんですよね。あれと思って、まあまあ、その後またずーっと追いかけるんだけど、周囲のラトケっていうドイツの選手が追いかけるんだけど、5メートルぐらい、どうしても縮まらず、そのままゴールしたというわけですね。だから銀メダルですね。それで、さっきガクッとなったのは何なんだ、あと見たらスパイクされたんですね。前の選手に接触しすぎて、振り上げた足に当たったからですね。それで、その時に、ゴールした後、みんな倒れ込んだんですね。だからこれはすごく過酷な競技だということで、800m がしばらく行われなかった、それ以外ですね。で、その時に変な伝説が生まれるんですね。教科書の副読本なんかひどくも捨てられたらしいんですけども、みんな倒れたんだけど、西洋の選手たちはだらしないから仰向けにひっくり返ったと。しかしさすが大和なでしこの人々はうつ伏せにしてそういう恥ずかしいような格好はしなかったとなんかそんなことを書いて学校なんかでもよく言われたらしいんですね。ところがそれをね、研修本当かと、いややっぱり苦しいからでもこの人だってそんな仰向けに大股開きでこんなになって倒れるっていうのはそんなないだろう、おかしいって言って、このエピソードがおかしいんじゃないかと言って、研究した人がいるんですね。ところが残念ながらですね、その決定的な写真はないんですよ。ないんでわからないんだけど、どうもね、どっから写しても見るとやっぱりみんなうつむいてるんですよね。だからね、そんな、だけどな、日本人は過去もね、優秀なんだとか、大和なでしこはそういうはしたないことをしないんだとか、なんかいう一つの材料も使われたと言われているんですね。で、この時にですね、倒れた瞳さんをですね、ダカウトの方でいて、で、三段跳びの合間に、見てた南部中平さんがですね、小田さんがですね、おい、行ってこいよって言って、南部さんが行って抱きかかえたんですね。もう倒れてるから抱きかかえて、ずっとこっちの、ベンチの方にずっと歩いている時に地元の新聞に立って写真を撮られたんですよね。次の日の新聞に、抱きかかえてることを見て、何か書いてあるね、ここは、アムステルダムですから、オランダ語ですね。オランダ語で書いてあるから、なんかわからない。これなんて書いてあるんですか。南部、瞳と結婚かって書いてあるんだけど、それで、本当って、生前のですね、南部さんに聞いたんですよ。いや、そんなこと書いてやろうと思って、俺だっていろいろな、考えることあるからなとか言ってましたけども、冗談じゃないぞとか言って怒ってましたけど、そんなこと書き上がったりとか言って、まあ、そのためにはね、倒れてるから、まあ、こっちだっただけで、まあ、そういうエピソードもあるぐらい、まあ、本人はだから、もうこのままでは帰らない、死ぬしかないなって言ってたのなら、まあ、そんな思いもやっぱりあったんだと思いますけども、まあ、本当のバカ力みたいなのを出して、800m を決めた。で、日本人で、トラック競技、オリンピックのトラック競技、個人で、メダルを取ったのはこの人だけですよね。この間のロンドンで、日本チームが銅メダル、それからこの間の、リオで銀メダルを取りましたよね。男子の 400m リレー、これは合作ですから4人ね、個人で、トラック競技で、取った人がいないんですよね。東京オリンピックの時に、ヨダユコっていう女子の、あの当時は 80m ハードルですね、今みたいに 100m じゃなかったけど、あの時にメダル候補だったヨダユコっていうのは4位だったんですよね。ですからメダルを取った
人が守っていないんですね。まあ、そのあの当時とその、まあ、種目の数とかなんかもいろいろありますので一概には言えませんけれども、それくらいすごい記録ということも言えると思いますね。それで、ひとみさんはこれで一躍すごい、まあ、英雄スターになっちゃうわけですね。だけど帰ってくるとやっぱり新聞社の業務があって、普通通り新聞記者がしながら、まあ、競技があったら競技行って取材したり、しながら全国を回るわけですね。全国回るというのは、例えば東北行くって東北へ行って今日は秋田工場で講演をするわけですね。あの時にもなってオリンピックでこうなってたら日の丸がこういう子にあったらそれでこう胸がチンとしましたとか、なんかそういう講話をして、次の日に女学校行って実技ですね、陸上部の女の子たちに教えるわけですね、走り方とか。それで、皆さんこの人がこれからまた鉛筆を振るいます、だから新聞を取ってちょうだいと、こういうことですね。新聞の拡張をするんですね。それで、秋田終わったらその次は能代、行って能代工場行ってまたやる、その次は青森行ったらこうやって、まあ、こういうふうにして、それで至るところで新聞を取ってください、新聞を取ってくださいという、まあ、営業活動にも利用されたということですね。で、昭和5年にはですね、また、世界女子オリンピックがプラハであるというので、彼女は、新聞社は彼女は社員ですから派遣する。そしたら彼女はですね、条件を出したんですね。いや、これからのね、これからの次世代を背負う後輩の女の子たちに、世界を見せてあげたい、だから5人を連れてきたい、それを、お金出してちょうだいということですね。そうすると新聞社としても、まあ、社員でない人にその金を遠征費で出すってのはできないよってなことになって、ちょっと感情的にもつれるんですね。それで、ひとみさんは木下さんと相談して、じゃあしょうがない、みんなの全員で頼る募金活動するんですね。要するにその秋田工場行って自分が講演をするときに、新聞の獲得と同時に、実は後輩たちをこれ世界の舞台に行かせるための基金を今募ってます、なんとかちょっとでもいいですから皆さんくださいって言ってやったんですね。だからこれがですね、すごく効いてるんですよ。みんな5人が行けるだけのお金と余るぐらいのお金がいっぱい集まったと言われてるんですね。それで、ひとみさんは後輩を連れて、当時の女学生ですね、一番若い子は、名古屋工場の梅村さんというのは15ぐらいですね、ぐらいの、そんな人たち5人を連れて、シベリア鉄道でずっと行って、このプラハっていうんですね。で、まあ、世界はこんな、こういう状況だということを見せるわけですね。でその時にひとみさんはもう選手としてのピークはちょっと進んでるんですね。だからプラハではそれほど活躍できなかったんですけども、それでも、プラハの人たちはひとみ絹枝っていうのはすごいことを言って、言ったんです。それは何かというと、ロシアの選手に勝ったんですね。で彼らは昔からそのロシアに、いじめられたりいろいろしてて、ロシアっていうのはものすごく敵なんですね。それに勝った日本というのはすごいとか言うんで、すごく尊敬されて、ひとみさんはの記念碑というのは今のプラハにあります。で、全日本選手権みたいなやつ、全チェコ選手権とはそんな言い方はしないでしょうけど、チェコの 全チェコ選手権陸上の中にひとみ杯というのがしばらくあったと言われているんですね。で、ただ、それから帰ってきてですね、まあ、当時ですから船に乗って帰ってきて疲れますよね。疲れてちょっとしても1週間ぐらい休んで、すぐまたその東北なんかにこう行ったんですね。でこれで過労を招いて、結局過労から6幕ですね、6幕から結核ですよね。で次の年の2月ごろにはもう接種が止まらなくなって休職して、で結局入院
来て、まあ今だったら薬がありますから下駄なんてどうとうまいっていうことですけども、その当時はもう不治の病ですから、で8月2日くしくも銀メダルを取った同じ日に、亡くなるんですね。24歳の若さなんですね。そうは6年ですね。でこの、8月に亡くなって9月に、小田明夫さんが朝日新聞に入社するんですね。だから朝日に本当は社員だったら小田明夫さんが紙面で人見さんに、まあ、の痛むみたいな記事が載るはずですけど、その時は社員じゃないか載ってないんですね。でまあそういうふうにしてこの女子のスポーツをものすごく牽引した花開かせたのは人見さんの間違いはありはないんですね。それで、まあその後やや低調というかなるんですけど、昭和11年に1936年に、ヒトラーの政権下でオリンピックが行われるんですね。でこれは、夏の大会がベルリンオリンピックという有名な前から頑張りがあるんですね。あの大会の冬の大会はバルテンキルゼンという南部の保養地で行われたんですね、冬の大会。それに日本からフィギュアスケートに稲田悦子という小学校6年生ですね、12歳の女の子が初めて参加したんですね。で、入場行進の時に、各国選手団がずっと歩いている時に、ヒトラーは、なんだ、あの子供はなんだ、あんなとこ混じってて、どこの子供だって言ったというぐらい、小学生ですから、小さいですね。ところがこの子は回転がうまくてですね、10位に入賞かなんかしたんですね。だから日本のフィギュアスケートの初めて出場して、した人なんですね。だからこれが例えばこの4年後に、札幌で予定されたのは札幌オリンピックですね、冬は。夏は東京ですよね。で東京の中心なり札幌の中心になりましたけども、もし1940年、昭和15年のオリンピックがそのまま行われたら、この稲田悦子なんかはもうちょっと、4歳年上の中学生になってますから、まあ、女学校になってるから、もうちょっと活性化できたんですね。で、この稲田さんは戦後、結婚して、ましたけども、フィギュアスケートの指導者をずっと続けてて、今から10年くらい前まで生きてましたよね。だからこの人が日本のフィギュアスケートの開拓者という、こういう人が大阪から出てきたということですね。これはまあ大阪での交流は無縁の地でありますけども、こういうことは起こっていいんじゃないかなと思うんですね。でこういうふうにしてですね、その外観でこうなってたとかって、小学校で盛んになってて、こういうふうにいろんな人が種をまいた、女子スポーツですね、こういうものは戦争で、一気に怖くなくなってしまいますよね。それで、戦後もうすぐに、昭和23年1948年のロンドンオリンピックでは日本参加できないし、その4年後の、ヘルシンキでようやく復帰するという、この間のブランクは大きいですよね。それで、何事においても全部ゼロになってしまう、こういうせっかく遺産がありながらですね、ゼロになってしまうということですね。ですけども、それはただでは起きないというか、それだけの、それでははい終わりというわけにはいかないので、戦後は、また少しずつ実力を蓄えるんですね。それで、先ほど言いました、明治41年に、毎日新聞の作った浜寺水蓮学校というやつですね。これは、大正時代にすでにですね、アメリカの雑誌なんかから紹介された
今でいうシンクロを取り入れて練習してたんですね。でその当時はそんな興味もありませんし、みんなでなんかこうやってやってるだけの話ですけども、これが専務ですね、これをやるんじゃないかっていう話になっていくんですね。それで昭和30年代、後半から40年代ぐらいから、熱心にですね、合わせた水泳学校でシンクロナイズドスイミングっていうのを始めたんですね。でその当時はそんなもんな、誰かはわけわかんないもんだということで、あんまり、その盛り上がらなかったんですけども、1972年、昭和47年ですか、47年のミュンヘンオリンピックの時に公開競技になるんですね。正式な競技じゃないけど公開競技に新競技になるんですね。その時に選手として出場した人というのは今有名なシンクロの母と言って怖い噂の井村さんですね。井村さんは天理大学で体育の先生ですね。中学校、大阪市内の中学校の体操の先生です。その当時は大学生だったかな。で、公開競技で、それは公開競技ですから別に順位がつく、順位で正式にメダルが取るものではないんですけど、で、世界でもそういうふうにそのシンクロっていうのを競技の一つに出ようという動きが出てきて、1900、ミュンヘンの次の次だ。76年のモントリオールで、80年のモスクワで、84年のロサンゼルスオリンピックから正式試合になるんですね。で、日本は初めて、銅メダルを取るわけですね、モントリオールで。それ以来ずっと関係に対して銅メダルを取って、で、井村さんもそのね、指導者として、まあ途中の中国でね指導者にもなりましたけども、ずっとしてるので最高は銀メダルですよね。だから金メダルは私今度東京は金だと言ってやってますけど、この間なんか競技ありましたよね、大会があって、全然理解できてないとか言って怒ってましたね。あんた何やってるのとか言って怖いおばさんになってますけど、あの人は本当に大阪出身の、生野高校かな、生野高校から出てないらしいですね。ああいうふうに、その今現在でもその大阪でもそういう人もいるし、それから今一番そういうのの印象が強いのは1960年、昭和39年の東京オリンピックですよね。バレーボール、女子のバレーボールの東洋のマジックですよね。あれはカイズバー女工さんたちですね、集団就職してきた女工さんたちを集めて、大松っていう監督が徹底的に鍛えたというやつですね。それで、それまでは9人制っていう、バレーボールが9人制だったんですね。で9人制から6人制になる。で、東京大会からオリンピックに採用されるということが分かって、必死になって、その前の年ですかね、世界選手権で、ソ連を破って世界一になるんですね。で当然東京オリンピックはソ連を王座奪回のために来るからということで、猛練習して回転レシーブとかいうのをやって、仲間でもやって、いろんな逸話があるんですよね。それで東京オリンピックは、念願通り当時はソ連ですね、ソ連と決勝になり、あれ最後の金メダルポイントってあと言ってからなかなか決まらなかったんですね。というのはその当時のバレーボールは
才能アウト制といって、サーブ権を持っている者が得点して初めて点になるわけですね。で、今はラリーポイント制といって、何でもどちらかそのと関係なしにとにかく得点したら点数で、そのあの当時はサーブ権を持っている者が得点しないと得点にならないから、こっちがサーブ権を持っててポーンとこう入れてわずか向こうが得点したらサーブ権が移るというだけで、で向こうがやってるのまたこっちが防いでこうと勝ったらまたサーブ権が移る。でこれを繰り返したらすごい時間がかかるわけですね。だからあの東京オリンピックの時もすぐ決まらなかったのはこれ繰り返したんですね。なかなかこっちが何やったら向こうそれもなんかわけで、で最後はタッチネットかなんかでしたね、で日本が勝つわけですが、あの東洋の魔女っていうのは大阪が生んだと言っていいですね。あの選手たちは岐阜県の人だったり九州の人だったりして、あの選手たちずっとあのその後もですね結束が強くて毎年集まったりなんかしてたんですけど、キャプテンの葛西さんという人ですね、あの人が4、5年前に亡くなりましたね。それからあと1人、2人ぐらい、だから魔女うち機械も入れると10人ですから、10人のうちの今生きてるのが6人ぐらいですかね、になりましたけどね、でもなんか今でもあれをしてるわけですね。それで今そこの貝塚のその体育館は壊されて違う施設になったんですけど、その一角にその当時の体育館の跡、体育館の板となんかが記念に残されて、昔ここにこういうのがありましたよっていう、それがないと全く今もわからないよね。だからその当時のバレーボールの担当者記者なんかに聞くと、もう毎日南海電車に乗って、あそこに日産したんですね。日産したんだけども練習が遅くなって、もう終電車もうこれはまだやってるからしょうがないから、終電車で帰ってきたなんていう話がよく伝わるぐらいです。あそこが全国のスポーツ記者が集まった場所だったんですね。そういうように専務もそれぞれの仕事にとってはいろいろありますけども、まあ言ってみれば、まだ例えばさっき言った甲子園球場なんかは毎年カブトの汗に全国から注文するんですね。だから、一極集中で東京が全部が行ったのは一旦の中で、唯一大阪に本部があるのは高校野球連盟なんですね。日本高等学校野球連盟というのは大阪にある。だから全国から大阪に集まる。だから、甲子園球場の、で大会がある。最近ですね、雨でなんか野球が伸びたりなんかするとですね、こんなの屋根付きでドーム球場でやればいいの、なんで大阪でやるんですかっていう、とんのな質問をする人が結構いるんですね。それはその昔からの寄ってきた理由があるからなんですね。でそういうものを育てたのは何かというと、大阪の土壌であることに間違いないわけですね。特に女子のスポーツで言うと、そういう中から女子バレーもそうですし、それから、まあ、個人種目はね、いっぱい あったり、陸上のマラソンとかいろいろありますけども、まあ、一旦そうやって戦争なんかで壊滅状態になったやつは、また今少しずつは復活してきて、それからそれもやっぱりそれを育てるためのスポンサーというか、そういう人も必要なんですよね。だから今卓球の福原愛さんがおそられたミキハウスがいただきますよね。あの社長がスポーツが大好きで、もともと柔道の中の柔道選手をいっぱい入れてましたね。でそれから女子の入れて、ピンポン卓球の選手、今伊藤美和ですかね、美和とか、平野なんとかっていうのもありそうですよね、でそれがやっぱりこの関西の企業がっていう、まあ、企業がどんどん東京に行って、しまいますから、有力選手っていうのは東京に集中したり、
大学の選手もですね、東京へ行ったりしますけど、それでも考えてみたら、結構、関西にも強いところがあるんですね。例えば女子の駅伝、学生駅伝は立命館がありますし、圧倒的に強いですね、県なんですよね。だから、男子の駅伝やる人はみんな箱根駅伝に憧れて、青山学院行きたいとかってこうなりますけども、女子はみんな立命館になってことですね。それは、その、指導者もありますけども、そういう一つの流れっていうのを作ったということが大きなことだと思うんですね。こういうふうにしてですね、パイオニア精神があったからこそ、今も、一極集中で企業は何も全部東京行ってる、大学も、そうやってスポーツも、東京行ってるという中で、しかし関西でもそうやって、個別に見ればいろいろいるということですね。この間テレビでもやってましたけど、今度2020年東京大会の初めて採用される空手ですね。で、空手は組手と、いわゆる相手と組手と型、演技ですね。演技の2つあるんですよね。で、演技で女子で圧倒的に強い人がいますよね。あれは大阪の人ですよね。すごい形相で、普段ものすごい可愛らしい女の子なんですけどね、やる時はすごい形相で、テレビでやってる、この間もなんかオープン料理で記念日撮ってましたよね。ああいう人っていうのがやっぱり出てきていますしね。それから女子の、もう今ちょっと引退しましたけど、ジュアリング上げとかですね、新しい種目でも結構、派手じゃないのであまりあれですけどもね、野球とかなんかとは違いますから、そうあれですけども、結構個別に見ると大阪にもいるんですよね。そのシンクロの井村さんだけじゃなくてですね、ですから、今もう引退しちゃいましたけど、一時オリンピックのアーチェリーの日本の代表監督を5回ぐらい務めた飯塚さんとしていましたね。飯塚十郎さん、今あそこの泉さんがなんかあそこのところにいますけど、そういうような人もいるんですよね。でアーチェリーなんかはね、とかフェンシングなんかは時々関西からもいい選手が出る。それは何かっていうと指導者ですよね。かっての選手だった人が大学の先生指導者になって、同志社大学は女子の、フェンシングでいい選手になりますよね。それは田辺さんっていう東京オリンピックの時の選手だった人が同志社に行って、指導してたんですね。オリンピックで金メダルっていうのはなかなかですね、取れないですけど、フィギュアスケートなんかは、宮永さんの艦隊ですよね。それから、なんかもう一人いましたよね。そういう女の子で、フィギュアは割合ね、今、関西で盛んですから、出始めてますから。そういうのも、直接その稲田悦子さんに結びついてるわけじゃないですけども、やっぱりそういう精神っていうのがいろいろあって、そういう人たちが活躍してるっていうのも、そういう前史があるからじゃないかなと思ったし、基盤があるからっていうことですね。スポーツに対する一つが、みんなの教養っていうか、そういうのを育てようとか、見ようとか、観客が多いという、観客はただ見るだけですけども、その観客というのも選手を育てるわけですよね。観客がいるからやっぱり選手もしっかりしなきゃいけない、変なことで変なプレーができないなんて言って、選手の成長につながるわ
けですから、でそれがマスコミメディアで、ずっと紹介されていくわけですから、相乗効果でですね、選手を育てるっていうのは必ずしもそのコーチが育てるだけではなくて、そういう観客を一つに育てる役目を担っているんですね。だから、まあ、アマチュアでは、まあ、ともかくプロなんだと言ったら、忌憚なくヤジを飛ばしていいわけですよね。まあ、甲子園ではあんまり阪神の選手が育ってないんですけど、みんなが育てるというのはなってないんですけど、まあ、広島カープのやつですね、地元では、みんな言われるからやっぱりちゃんとしようということで、それはやっぱり育てる一つの力になるんですね。ですから、そういう意味では関西は、まあ、この前回、メディアが集まって、メディアの競争がそういうスポーツ様にしたという話もしましたけど、それは、やっぱり女性のオンラインスポーツというふうに通じているんじゃないかなと思うわけですね。で、女子のそういうスポーツのことは割合まだ研究者が少ないんですけども、まあ、なにわのスポーツ物語っていうのがありましてですね、それで、まあ、ちょっと高いものですけど、4000円もそういうものですけど、それに詳しく写真なんかも載ってます。もしご関心がありましたら、これで私は斡旋をいたしますので、というようなことで、一応そういう流れがあると。